エビスショップ最後の日あ、こんにちはあと30分で改名総選挙の結果が出るということで、僕たちのこの名前での活動もね、残りわずかになってしまいましたね。どうですか今、ヨーズから CM 来ないかなヨーズの CM って打てんの？打てねえな当然打てないそわそわしてますよ、改名前なんで。あの、すみません、ビールもらっていいですか？2つで森山さん3つで、飲みますまあまあ、今日ぐらい3つで3つで記念すべき日だからね。1つもらっていいですか？エビスジャンプ最後じゃん、うん、今、エビスジャンプめっちゃ言ってるじゃん、うん、これサブどうする？これもう捨てる捨てる捨てる、あ、これ使える？いや、多分バレない、バレないバレない、まあ途中で剥がれるぐらいだよ、リスクとしては。もういいよ、別に。じゃあ最後の、あれ、何？漢方持って何？お前だけ漢方漢方するこれだけ、これだけ漢方俺だけおじさんになっちゃったしかもなんか3個一気にあげる爆飲みしようとしてる。そう4個何個いき？はい、エビスジャップ、お疲れ、お疲れ、お疲れ、エビスジャップ。昨日ね、お別れみたいな感じの動画をメインチャンネルに出した。変わんない場合もあるからね、肩透かしみたいになっちゃうけど、それはそれでね、結果なんで、エビスジャップしょっていこうと。メタルチンコで大バズり中の森山さんっすね。あ、そうだった。朝起きたらさ、なんかすごいツイッターの通知が来てて、なんだと思って見たら大変なことになってた。すごいバズり方したの。しかももうなんか20万いいね近くついてんねん。20万いいね。いや、なんかそんぐらい。いや、まさかメタルチーコが刺さるとは、ね、20万いいね、なかなか見ない。なかなか見ないよね、うん、2万リツイート20万いいね。メタルチンコ、そんな、俺結構前から22万いいね、その話してたはずなんだけどあのクリエイティブが良かったよ。なんか写真が置かれてて、何かだ、ついに森山の撮影がメジャーに行ってしまった。もっとなんか綺麗なバズり方したいけど、どうしようもないですね。やっぱメタルっていうワードがエモいのかな。それはあるな。みんなさ、ドラクエとかさ、うん、でなんかリプランとか見てたんだ。メタルスライムみたいな。そう、はぐれチンコにならなくてよかった、ね、まあ、あの俺らの世代はね、メタルいっぱいあったんだよね、やっぱ、うん、やっぱ遊戯王とかもメタルか、魔法反射装甲あったし、メタルマリオとかスマブラでもメタルかとかあったし、うん、メタル流行ってたもん、うん、そう、だからその、ね、エモメタルってことね。そう、エモ感じさせちゃったかもしれない。最近メタル聞かんな。ね、メタルやっぱ流行ってたんだよ、あの頃、うん、懐かしいっていうバグも。いや、そうだよ、うん、さすがっす、森山さん。いやいや、さすがっす、さすがっす。メタルチンコに改名しましょう。え、人生変わりました。いや、今日も街は歩きやすかった。漢方のゴミどこ行った？手に右で。違う、そんなバカじゃない。あ、俺捨てた。捨ててくれた。あ、俺が捨てた。ダメ。あれ、ADHD だ。もうダメすぎ。もうすごいよ。人生の時間3分の1探し物してる。3分の1寝てる。まあ、何して生きてるの？基本なんか探してるな。はい、そうだ。薬抜いてるでしょ。そう、実際もコンサート飲まないんで5日経った。おお。え、今結果ぶつけそう。活動してた。活動してた。今日の改名のさ、ちょっとさ、競馬しね。競馬、うん、あ、3連単ってない。3連単。はいはいはい。当たったらどうなるの？当たったら、うん、まあ、まあでも、まあ、コングラチュレーション。コングラチュレーション。他の3人から名刺をもらえるぐらいは。うん、エビスジャック、エビスジャーニー、エビスジャガイネ、エビスジャム、ニコニコフマルクラブ、ニューゲーム、エビジャー、はい、簡単。3連単だぞ。3連単いけちゃうかも、俺。これからいくわ。俺入っていい？みたいなやつ。まず、じゃあ3位から。3位、ニコニコひまわりクラブ。あー、おー、それなんだ。俺違う、320票。2位、エビスジャップ370票。1位、エビジャ450票。
今日めっちゃいい勝負だねそんな接点だ危うく煮込みはなるほどねエビシジャップ、ニコニコひまわりクラブの順番。ああ、なるほど。じゃあ僕発表します。1、エビジャ。やっぱ1、エビジャだよね。2、エビスジャック。あ、クね、うん、俺もそこまで一緒だわ。3、エビスジャガイモ。お、一緒じゃね。うん、全員一緒。全員一緒、全員一緒。俺はちょっと違って、エビジャ、エビスジャック、エビスジャップ。あー、変わらず、うん、変わらずが3位。俺ニコヒマよりジャガイモが上だと思ってるから。ジャガイモ多かった気すんだよな。そうなんだ。いや、わかんないけど、体感だからこれ、注目度的にはわかんないけどね。北海道でのジャガイモ票がどこまでいくかだね。意外とそんななかった気がするけどね。一応みんなじゃあエビジャン、エビジャになりそうだよな。今エビジャになると思ってるって面してる。まあ正直ね、エビジャになるんじゃないって思ってやる。でもジャガイモ来てほしい。俺パカーンジャガイモ出てきたらびっくりしちゃう。いや、びっくりしちゃう。終わったんだよ。ジャガイモ出てくる。あの、ペアペラの紙じゃなくて、ジャガイモ、ジャガイモ落ちてくる。絶望するわ。エビジャガって訳されるんだろうな。ガガいらねえ。ガガいらねえ。エビジャでいいよ。エビジャガが。エビジャガが。今日のエビジャガ見た。いやー、なんか感慨深いね。そろそろか。あ、もうそろそろ。じゃあ始めますよ。はい、大丈夫。無事。俺今日うんこ漏らしかったよ。なんだよ。結構やばかった。え、漏らしたのついたよ。あの、まあって感じ。いや、ちょっと分かんない。ちょっと出てる。発音してくれよ。見る人がご飯中に見てるかもしれないから、うん、まあやばかったぐらい、うん、結構やばいですよ。結構やばい。門あんじゃん。あの門を越えた。門越えた。それ漏らし漏れてんだよ。それ漏らし出ちゃってる。門越えてたんだ。最近フジはまた漏らしたんだっけ。フル漏らししたんだ。また、うん、漏らした。キャッチしてるらしいだろ、うん、やっぱ年なのかな。じゃない。その肛門活躍筋がさ、緩んじゃって、緩んでる。力めなくなって。漏れるの定義になるよな。あ、そうだね。うんこが地についた瞬間が漏れになるかもしれない。いや、門越えた。そのパンツで止まってるなら、それはもうセーフ。え、セーフ。まあ、セーフ。じゃあ、お前漏らしてないよ。え、パンツは俺アウトだと思ってる。いや、そう、定義変えたんだよ俺。あ、もう変えたの。お前変えたの。それで言ったら俺結構漏らしてるから。あ、結構漏らしてる。結構漏らしてる。お前やってんの。パンツにリキッドぐらいは結構いくから。え、ADHD ってうんこ漏らすの。ADHD 結構うんこ漏らすね。いや、お前キャラ中退しろ。キャラ増やすなよ。ハワイで2回漏らしたの。2回も漏らした。うん、2日連続で漏らした。気分いいね。いや、なんで、なんでお前も。それが連続しただけだよ。死ねえよ。漏らしようぞ。名前に入れてもいいかも。漏らが結構多いから。ああ、確かにね。まあ動画になってないけど、ケイスケもめっちゃやってるからね。確かにじゃん。もう奈良も毎日超えてる。確かにね。週8で漏らしてる。週8。この前いきなりテーブル乗ってるんでしょ。さっきもそこでやったよ。そうだった。ああ、苦しい。はい、ということで、もうすぐライブが始まりますので、はい、皆さん、お楽しみにっていうか、もう知ってるんだけど。もう知ってるわ、うんうん。え、どうする、サブちゃん。はい、サブちゃんの名前。変えなきゃだね。おぉ、そうだわ。そう。まあ、とりあえず、どうする。ね、とりあえず、まるまるとチルでいいでしょ。まるまるとチル。チル。ということで、まあ、これを、まあ、今見てる人は、もう名前変わってる。変わってるってことか。知れないんですけど。なるほど。うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。